マキシポジティブ、はい、ポジティブ歴19年スーパーポジティブティチャー福地でございます。今日はですね、ポジティブな言葉2つ皆さんにお伝えしたいと思います。1つがきっとうまくいく、そして2つ目がなんとかなる。今のね、状況がものすごく辛い環境だったり、ものすごくうまくいかない、そういう困難にぶち当たっている時、そういう時にね、その後あなた今その状態からきっとうまくいくし、なんとかなるんだよ、というですね、すごくポジティブな言葉ですよね。この言葉って、じゃあ何もしないでうまくいくの、なんとかなるの、そんなことじゃないんですよ。この言葉の奥底には、今あなたがやるべきことをしっかりとやっていればうまくいくし、なんとかなるんです。何もしないことがうまくいってなんとかなることではないんですよ。今できること、どうやってもね、もう将来ダメだよこれじゃと思ったとしても、それで諦めるんじゃなくて、だけど将来きっとうまくいくから、じゃあ今自分がやれることを自分なりのペースでいいから少しずつでもやっていこう、そうやって思ってる人には必ずうまくいきます。そしてなんとかなるようになってます。この人生はもう、この地球というものがそういうものなんです。もうそうだと思ってください。なのであなたが今病気にかかっていたりとか、お金に苦しんでいたりとか、家族関係がうまくいかなかったりとか、友達ができないとか、もうそういうの全部含めて大丈夫、きっとうまくいく、そしてなんとかなります、必ずです。そのために今あなたができること、それを自分なりのペースでいいので、ちょっとずつでもいいのでやっていきましょう。ずっとその状態が続くわけはありえません。必ずいい方向に向かいます。ということで、きっとうまくいく、そしてなんとかなる、そのためにやるべきことを自分のペースでやっていこう、そんな話を今日はさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。